フィナルコーンご提供いただきました。今日は池月までの往復しか乗り鉄ありません。わずかに粉雪待ってますね。ということで戻ってきた鳴子御殿遊駅いいですが、なんか向こうに長尺な人が列車を止めてましたが、仕方がないですね。ということでですね、ちょっとまだチェックイン開始まで1時間もありますので、米沢こちらの待合室でちょっと、動画の編集をさせていただこうと思います。像の駅舎が今時新築で建ったのか、鳴子温泉郷の闇です。いい話だけどね、実はね、ただ経緯が非公開なので闇って言っています。はい、この、ね、若手芸術家の方が、若手でもないのか、作った時計とかね、区計紙とかいっぱいありますね、はい、まあそんな感じでこちらで電気ストーブのある、休ませていただこうと思います。結局動画ではなく仕事してましたね。鳴子御殿遊駅の待合室で40分弱やりまして、歩いてきました。1キロぐらいかな。東鳴子赤灰温泉阿部旅館さんです。はい、いつも言うようになんとなく東鳴子温泉、対岸ですね、あちらが東鳴子温泉エアイ川、安倍旅館。本当はここは赤灰温泉という別温泉地です。まあそれを言ったらね、東鳴子も田中と赤井は別温泉地っていうね、温泉神社に対応している、一対一対応している温泉地っていう考え方ですね。ということで本日はこちらに泊まりたいと思います。はい、手順上ですね、先に荷物一部置いちゃってますかね。はい、かき回ったりしますけど。本日2階の角っこの4畳半の部屋ですね。リニューアル済みです。はい、ありがたいですね。そして、冬季500円でこたつ。さらに暖房はどこにも、エアコンも何もないように見えますが、これが温泉熱パイプですね。はい、お、じんわり来てます。キョッキョッキョッ。あちゅい、あちゅい、あちゅい。はい、ということで、この後お布団を敷いて、ゆったりと仕事をしたいと思います。東鳴子赤灰温泉阿部旅館1・3号線湯船に入りました。駆け湯しております。はい、本日ただいまこれ41度強、ぬるいです。はい、一般的にはぬるい具合ないと思いますが、こことしてはちょっとぬるめかな。長い危険ですが、貸し切りが30分までの利用です。はい、いつもの通り笹にボディーを、そして、わずかに、消しゴムカス状の白い湯船がほんのわずか舞っています。相変わらずさっぱりした入り心地に粘土系の鉱物臭に金気が混じっています。はい、ね、カルシウム分もあるので、肌触りは、スベスベではなくてサラサラですね。サラサラという感じです。そしてこのかけ流し料、どんどこどんどこ新鮮でフレッシュな湯でございます。言葉はいらないただ感動するのみ。
先日ぶりの報告の集まして、東成の赤羽温泉の阿部旅館3号線です。はい、すっかり日が暮れています。こちらは42度、今日ですね。はい、本日はもう透き通ってますが、ちょっと光の加減がわからないのでね、なりますけど、湯花も少ないですね。はい、湯花が積雪してないということは、そんなに湯船内が冷え込む感じもないということが言えるんですけど、はい、ということで、ちょうど良い感じですね。もちろん、粘土系統の中に硫黄が混じった香りでございます。3号線ちょっとね、昨日昨晩入った高友のね、東成温泉高友旅館のね、もみじ風呂、プール風呂、まるとね、割と似た感じの香りはします。まあ、そりゃそうで源泉近いですからね、とかいうことで、別に隠すこともなくて、もみじ風呂のね、成分分析表を見るとね、源泉の住所は赤米ってなんで、バレバレなんですけど、ね、どうやって湯を持ってきてたっていうのはそこが問題になりますね。はい、冷凍です。とても気持ちがいい。やっぱこんだけかけ流してるから、まあね、ありがたい話ですね、本当にね。ということで、しっかり温まっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと遅刻ですが、東成湖温泉に来たら焼肉発祥、赤羽温泉旅館から徒歩 1.4 キロです。どうも、こんばんはです。はい、昨日と同じ位置でいただきます。昨日のがちょうど半分残っているので、茶味噌の水割りです。マスター、めちゃめちゃ涼しい挨拶してきて久しぶりです。何のこっちゃ。いただきます。うまい。はい、いつもおなじみのお客様から何らかのキノコ的なやつ、やってきました。さて、安全なのでしょうか。八丁は時々エキサイティングなことが起こります。お、わさびギンギンですね。わさびな、美味しいですね。うん、キノコ美味しい。あ、これ美味しいですね。お酒もにも合いそう、ご飯にも合いそうですね。食べちゃった。これわさびじゃないか。はい、昨日いただいた、このタラタラしてんじゃねえよエスニック風味激辛味、いただいてみましょう。お皿いただけましたので、このタラタラしてんじゃねえよエスニック風味激辛味、いただきましょう。箸で食べるもんなんだろうか、これ。よし。うん、タラのスナックそのものです。ピリ辛どころか辛みを感じません。あの汁のがあれですよね。本当に感じません。あ、でも、あのカプサイシンが入ってんだなっていうのは分かりますけど、いや、これは舌の上にねカプサイシンを感じますけど、辛いまでに至らない。おかしいんですよ。俺でも食えたもん。あ、はい、今日収穫してきたんですよ。次々と出てくる謎の駄菓子。あれさ、黒いわ。プレミアムカレーか。エスニックですよと言われたんですけども、
フォンドボーを使用しって、それエスニックじゃないじゃんっていうね、いうことですが、いただいてみましょう。スルスルサラサラっていうのが頭に違う。あの香りで結構おってる。お牛のね、温泉の入った。うん、うまい。うまいけど、あ、フォンドボーっぽい。イラクス特殊浴槽。そうです。あの元冷凍庫だったのかな、あれは。これもう背後の音が入ってるから、もう使えないじゃないですか、動画に。段差あるから座れる。ちょっと座れるって。鈴木さんがうるせえのね。なるほど。さて、本日は、もう野菜は昼いっぱい食べたので省略。いきなり生ラム塩辛ですね。このどうですか、このツヤツヤの生ラム。じゃあテストでね、書いてないためにこれテストしてみた。で今の場合、先週の日曜日、昨日はい、生ラムいい香りがしてきましたよ。じゃん。あ、タレがない。でも塩だから。そうですね。あるのはキノコとわさびの漬物だけど。あとよっちゃんいいか。じゃあよっちゃんたら。うん。今日で一週間。うまい。確実に確かな味。いわゆる臭みは全くない。最高ですね。肉だけ食べても十分美味しいですね。タレの存在意義とは。点点点。はい。ヒレ耳。ミッチュさん曰く、ゴーヒレミっていう商品名にしたらどうかいう話でしたけども、いかがでしょうか。今日は塩でございます。北海道ってどれぐらい取るんですか。はい、結構いっぱい取るんですか。一般上カルで同じぐらいちょっと、よいしょ。あとレバー向こうだとあれですか。6月になってから始めました。6月でも取れますね。出てる出てる。あれも同じ山でも味の味違います。素晴らしい。違いますね。そんなことねえな。月1だと12回だもんね。15回は違う。はい、ヒレ耳15回ぐらい来てるかもね。やりました。はい、美味しそうですね。はい、3番、はい、まずはタレつけないでいただきますかね。これは別にマスターのタレを信用していないわけではない。でも日本は本当に美味しいものがいっぱいあって本当に幸せです。うん、お腹減ってるとね、大体美味しいですからね。ありがとうございます。塩で味わって分かったこと。ちゃんとね、塩で食べると脂もあるしね、風味もありますよ。だからやっぱりね、謎ですね。こんな牛肉を食べたことがないので昨日が初めてなので美味しい。そして筋も柔らかい。なんて言ったってマスターが筋切り自信ないって言ってましたからね、昨日ね。なのに美味しい。筋切れないからな。筋切ると重り悪くなって。なるほど。でもそのまま食って、あ、全然柔らかいですもんね。そうそう。これレギュラーメニューにしてくださいよ、マスター。と思ってあそこにこう。あ、もう書いてあるの？あ、気づいてないですか？動画撮ってきたのに。いやいや、さっきね、ちょっと人が行かれてたんで、下になったんだよね。あ、牛ヒレ一口ステーキ。メニュー書いてあるけど、これ800円だそうですよ。はい。あら、ヒレ耳しますって言われて頼んじゃったよ。800円だって。でもその価値はあると思いますよ。ぜひ皆様も食べてください。ヒレ耳です。はい、会話が盛り上がっているのでサーブされてからずっと放置してましたが、生レバー焼き、みんなさ、これね、ごま油かかってるからね、これね、焼かないで食べるとか、ね、そういう違法行為ダメですよね。ちゃんと焼きます。違法行為してないから焼いてますからね。はい、はい、
思ったら泉さんだと一定連くらいになったんですよ。そばしか、はい、上がんないですもんね。本日黄色い唐辛子の未熟もの収穫もの未熟収穫もの4本入れていただきまして、先ほどから飲んでいますが、ピリ辛の加減に達しています。ピリ辛じゃないですよ、激辛の加減に達していますが、ザ・激辛までは至ってないですね。残念、やっぱ青い唐辛子辛くないんじゃないかなと思わざるを得ない。だって片倉さん同じ辛いでも、あれまだあったかい時期だったよね、収穫が。なるほどね、寒くなってきて育ちが悪くなって、俺霜降りだと思って、やべやべって、はい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 、もう色真っ黒くなっちゃうと思って、うん、やっぱちゃんとこれ温泉熱で栽培するとかの工夫が必要なんじゃないかなと思う激辛初心者でした。さあだいぶ、冷めてきました。もう熱々でね、辛さはね激辛の加減なんですけど、熱かったんだね。バンバン食べていきましょう。全然 OK。 あ、今日だってオラだって食っとまねえんだもん。来週日曜日8人で予約予防して、その30分もたたれる。はい、東鳴子赤羽温泉阿部旅館13号線に日曜日の23時ちょっと回ったところで入浴しております。本日も東鳴子温泉焼肉八丁の楽しい宴、10時ぐらいまではいつものノリで、どんちゃん騒いでましたが、10時過ぎからはね、お手伝い鈴木さん、それからスナック系ななちゃん、マスター4人でまったりと話しましたね。いや本当に鳴子温泉と巡り会えて人生幸せです。本当ね、しみじみ。そして焼肉臭つきまくったのを温泉で洗い流す。ここまで含めて鳴子温泉郷の楽しみだと思っています。焼肉八丁は年内はこれでもう閉まりました。今年もお世話になりました。また来年新春ね、正月ギリギリラストにね、正月というか正月休み中の、ラストに改めてお伺いしたいと思ってます。まあここに泊まるんですけどね。ということで、これから、八丁の間、投稿してなかったんでね、 SNS 投稿しながら、使っていきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。東鳴子赤羽温泉阿部旅館13号線の浴室、ただいま7時前です。本日8時過ぎの希望者で、直接会社に出勤でございますね。はい、結構冷えてる朝だと思うんですけど、気温は42度はないんだ、41度くらいですか。はい、ということで、そこまで冷えてない、さすがですね、かけ流し用の賜物であります。粘土系鉱物臭に金毛。ああ、今年も阿部旅館さんはじめ鳴子温泉郷の皆様にめちゃめちゃお世話になりました。この名湯とともに年を行く年、名残惜しいですね。今年もいろいろありました。起きたばっかりで頭回ってないね。余裕です。ただいま月曜日の8時20分、名残惜しくも赤羽温泉阿部旅館さん
チェックアウトしまして、愛川沿いに鳴子御殿湯駅に向かっています。こちら鳴子ダムからの発電用の放水路でございます。そちらが愛川ね、いうことです。はい、そしてここから水路にね、蓋がなされているっていうことなんですけども、なんかパイプがありますね。何のパイプでしょうか。答えはおのずと明らかです。前回の配信文をよく見ていただくとわかるかもしれません。はい、あれが疑惑の橋です。何のこっちゃ。はい、そしてもうこれは今もう言っちゃってもいい情報だと思うんですけどね、あそこに、あ、解体されている、あ、されてなかった、びっくりした、ありました。はい、あの謎の小屋、はい、こちらですね。ちょっと寄ってみましょうかね。時間あんのかな。はい、今ここもう何も多分使われてないはずですね。はい、まあ使われてないんですけど、なぜか謎のバルブがあったりしますね。はい、実はですね、ここまさにこの謎源泉温泉をここにね溜めてですね、上の方に引き寄せていたらしいです昔。はい、という風な、地元用の温泉だそうです。パイプですね。はい、まあそんな感じで、今のことは全て幻です。実在するものとは何の関係もありません。あ、持ってるよここ。はい、持ってますよさん。はい、ということで、これ報告をしておきたいと思います。はい、ということで、引き続き歩いてまいりましょう。はい、坂の上の駅、鳴子御殿湯駅です。はい、鳴子御殿湯駅、こちらからついに来とですね。ただ、まあね、古川でちょっと寄り道があるので、レポートまだちょっとだけ続きます。朝のひんやりした空気、素晴らしいですね。向こう湯気上がってますけど、あれ多分中野温泉ですね。中野温泉も泊まれるのか入れるんでしょうかね。湯は出てんだけどねっていうやつですね。はい、いろいろと東鳴子もまだまだわからないことだらけ。まあ最も米沢中野温泉は2度入っていますが、はい、まあそれはただの自慢話になってしまうので省略ということで、ここで祈祷開始となります。はい、鳴子御殿湯駅から陸羽東線小田行きです。こちらで古川まで参ります。もうこれね、通学ラッシュは終わってんですよね。はい、ということで撮りましょう。空いてますね。はい、ということで快適に出勤してまいります。はい、陸東線降りまして、はい、こちら朝ごはんですね。古川への立ち食い駅弁店です。はい、何がいいかな。おすすめ品の中に多分米沢食べるのないね。はい、はい、古川駅納豆そば380円です。納豆のこの素晴らしい香りね、いただいてまいりましょう。はい、ちゃんとほんのり納豆の味が映ってますね。素晴らしいです。はい、古川駅の納豆そば4分半でいただきました。まあ、当然なんですけどね、甘辛いつゆに納豆のコクがあるって非常に素晴らしいんですが、納豆沈殿するんだよね。スープ飲まないとどうするんだろうなと思ったらね、もしやこれは納豆用だったりしたらすごいアイディアだと思います。ごちそうさまでした。はい、古川駅から
東北新幹線はやぶさ108号東京駅指定席です。今年最後の東北新幹線ですね、これ乗るために。終点東京駅に30秒装着ですね、多分ね、そんな感じ、余裕自分がございますのでということでございます。はい、というわけでこれで今回の大人の休日プラパスセカンドシーズンの旅行終わりました。まあ厳密にはこれから恵比寿まで山手線で出勤です。はい、そして今週仕事が死ぬほど忙しくなるので、おそらく2分割してまたね、このレポートをお届けしますが、その後ですね、今週いっぱい、配信をお休みさせていただきまして、次回配信は、12月15日日曜日を予定しております。チャンネル登録よろしくお願いします。